日野さんのアイテムを買うことを知られているんだ。妖怪ウォッチアクション妖怪シリーズよりジタバタジバニャンとぴょんぴょんウィスパー一個ずつ買ってきました。まずね、当然ジバニャン出てこい。俺の友達にジバニャン、ジバニャン、ジバニャンから開けていきましょう。入ります。俺の友達出てこい。いやー、かわいい。やっぱかわいかったわ、これかわいかったわ。しかも動くんだよね、多分。ぴょんぴょん動く。まあ、大体なんとなく予想つくよね。ぴょんぴょんって言うから、ゼンマイついてるしさ。やべえ、超よくできてる。めちゃめちゃかわいい。やばい。ジバニャン、ジバニャン。で、これを巻くと、あー、こういうことや。始まった、日野さん始まった。あー、危ない。これ、目いっぱい巻いたら、結構。どのぐらいいく？これ 42.195 キロぐらいいくかな。いや、ドド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 。うわー、すごいすごいすごい。しかもちゃんと見て、尻尾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 。尻尾振ってる、尻尾振ってる。あ、結構進む、結構進む。やばいやばいやばい。あ、ウッディが、ウッディが。あ、あ、ジバニャン空気読んだ。いや、むしろウッディに恐れを出して止まった感じ？これ、これ見て、これ見て、ちょっとジバニャンさ、あ、これ見ちゃいけないものにはね、これここ見ちゃいけないものには千葉クレームを変えるにゃ。そんな感じ、そんな感じですね。これさすがウッディ、やべえ、さすがや、さすがや日野さん、俺たちのレベル5天才や。すげえ、超かわいい。はい、そんなわけで妖怪ウォッチアクション妖怪シリーズよりジタバタジバニャンの紹介でした。次回、ぴょんぴょんウィスパーの方もね、開けていきたいと思うので、ぴょんぴょんウィスパーで会いましょう。バイバーイ。